はい、お待ちです。<laughs> 昨日発表しまして銀行の貸金庫に入れていた俺のお金が盗まれた件いやそうでね昨日動画、まあ、発表したんですけれども何人かからまあ何か意見があって「なでだ立さあんな P とか入れてるんですか?」みたいなこと言われたんですけどいや俺もなんかちょっとイラッとしてきていやその意見じゃなくてそんな,そんなことに気を遣ってる俺が。 いやこれなんか、まあ、うちの弁護士のアドバイスとかもあってああやってんだけどさ俺はもう全部言いたいんだけどなんで俺が気を遣うんだよね銀行にさ俺だって俺被害者じゃん被害者の俺が何で銀行に気を遣うんだよもう全部言ったってよくない銀行名も支店名もちょどう思いますいやまあほらさ、まあ、弁護士はさそういうもしかなんかあったらっていうのを考える人だからさいろいろアドバイスしてくれるのはありがたいんだけどさ 別に全部言ったったていいいよねダメいや一番最初はさあの気を使ったんだよだってほら最初の段階では俺がもう完全に暴力していて自分でお金出して完全に忘れてるパターンもあったからだから一応銀行名支店名は控えたのねそうなった時にそんなこと言ったら大迷惑になるからでもさ銀行員が盗んでるのが分かったんだからさ言ったってよくね全部ちょっとその辺 頭のいい方でご意見というかアドバイスあったら欲しいんですけれども、まあ、うちの弁護士はそれはまあこうこうこういうこともあるかもしれないからこうこうこう気を使わなきゃいけないとかいろいろ言ってくれるんだけどであんな動画になってるんだけど俺も自分でなんかあ,のあの動画なんかものすごいイラ,イイラってきてそしてさあのこの先どういう手口で盗んだのか俺はもう絶対聞くからで絶対公開するからこれをさ俺知る権利あるよねこれを 例えば銀行がさ「いやそれは内部の問題で教えられません」とか言ったらさこれ完全な隠蔽だよね <laughs>。いやあの、まあ、まあ現状分かってないんだけどねどうやって盗んだんだからね。でそれは俺は知る権利あるよね。でもなんか銀行の方が内々で内々で示談でとかになっちゃったら俺は知りえない被害者だろ俺が知,知,知らないうちに闇に葬られることってあるのこの件この件が。 この手口がが防犯上公開した方がいいよねまあ、再発防止。まあいいやちょ、その辺のアドバイスも、もし、あの俺,俺はそういうの詳しいんだ、あたちこうやった方がいいよってのがあった方らら、ある方がいたら教えてほしいと思います。よし、続きの動画をちょっと喋ったのがあるんで、またよかったら見てみてください。あたちでした。